うございます。ただいま朝の5時半です。今日はちょっといろいろやることがあるので早めに起きて午前中にやらなきゃいけないことを全部終わらそうかなと思って早めに起きました。めちゃくちゃ寒いです。ブリスベン何度だろう、7度ぐらいかな。今寒いしめっちゃ乾燥してる。Do you want to go out? Let's go. 今オーストラリアは秋だから、秋冬？多分秋だね。だから朝晩はさちょっと涼しくなって長袖を着始めたんですけど、まあ、昼間は全然暑いですね。半袖基本的に。今ね、私が住んでるブリスベンってね、坂がとにかく多いんですよ。わかるかな、道路まで行けばわかるか。ちょっと待って、ハク、わかるかなこの感じ。とにかくね、めっちゃ坂が多いの。これ昨日ハクのご飯を作ったので今からあげようと思います。もうね多分気づいてる。 Do you want to eat chicken? Do you want chicken? もうここでお座りしてスタンバイしております。ちょっと待ってね。はい、よいしょ。 Sit。Good boy. OK! そう、なんかね、食生活で気をつけてることありますかっていうふうに聞かれるんですけど、これです、私が飲んでいるもの。これがね、何かっていうと、ハト麦茶なんですよ。普通にこういう玄米茶とか緑茶とかも私日本から送ってもらって飲んでるんですけど、あのハト麦茶を結構意識して飲むようにしてから肌がめっちゃ変わったんですよ。なんかね、キメが細かくなってちょっと透明感が出るって言ったらいいのかな、こうなんかパッと明るくなる感じになったんですよね。でそれをに気づいてからどんくらいだろう、もう今結構4年ぐらい日常的に飲んでますね。しかもノンカフェインだからありがたいんですよ。私にはコーヒーめっちゃ好きだから。カフェインとか、まあ、お酒もそうだけど、あんまり飲みすぎると体があのディハイドレートになっちゃう、水分不足みたいな感じになっちゃうので、 ありがたいですよね。ノンカフェインだったらガバガバ飲めるん で食事に関してはお腹空いた時に食べるっていう感じですかね。日によっては一食とかもあるし、体に従ってっていう感じです。ちょっとあんま参考にならないかもしれないんですけど、まあ、とにかくこのハト麦はおすすめです。しかもね、美味しいんだよ。ハト麦ってなんかね、甘いの、なんか麦茶なんだけど温かみのある甘さっていう感じ。多分ね、飲んだらもう私の言ってることがわかると思うんですけど、甘みがあってなんか優しいっていう感じなんですよね。なんでほとんど毎日飲んでるかな。こんくらいのポットにこうやって入れて飲んでます。一応私も主婦なんで家事をやってるんですね。大丈夫？ちなみに今メイクの撮影終わったんですけど、今日はちょっとマットでスモーキーな感じにしてみました。ちょっと正面からさ見れないんだけど、ここが全部鏡なの。無駄におしゃれなんでこの家が鏡だから、真正面からこうやって撮影すればいいんですけど、そこから撮るとこの鏡だからさ、汚い家が全部に映っちゃうんですよ今ね、チキンの下処理が終わったんですけど、こういう感じでね、もう焼くだけみたいな感じにしといて、これがガーリックと塩コショウ、あとパプリカパウダーで、これも半分ね食べちゃったんだけど、ターメリック、塩コショウ、ガーリック、あとちょっとオニオンパウダーも入れました。
でこれはちょっと唐揚げにしてもいいかなと思って醤油と酒ベースでやったんですけど、間違えてねめんつゆ入れちゃったの。若干甘いかもしれない。こういう感じで下処理して小分けにして冷凍してます。でアンドレがね今ダイエット中なので、結構ガチなダイエット中で米とか食べてないので、これをエアフライでクックして、であとはもうサラダかな。じゃん、これでチキンサラダができました。見えるかな。1ヶ月で10キロぐらいしたかな。まあ、元がね結構あったからあれだけど、こういうこの食生活で10キロぐらい痩せましたね。 OK。美味しい。なんだろう、コクがある。結構ね、クリーミーだよね。すごいお上品に飲むね。こと、うんうん、今もうシャワーも浴びてあと寝るだけなんですけど、ちょっと編集を眠くなるまでしていこうと思います。